第9レーススタートしました2番車の木村内から1番の森山外から5番の高いが上がって初手の第1コーナーのカーブに勝ってきますまず前を取ったのは2番の木村広貴です5番の高いが追っていますがここは前後が入れ替わることになると思います5番の高いが前そして2番車の木村5番2番まずは中国コンビが前段 六番車の前田拓也がその右手です前田はどうやら戦勝開示は短期したがってこの中国勢の右で様子を見ていこうという作戦か一番の森山三番の桑原亮と九州地区は現在は四番手五番手ということになります人気の中心ということになりましたその九州地区後方になったのは中部近畿の二人四番車の佐藤に7番の岸川哲也です 予選は堂々の先行を逃げ切り今日も切符の良い先行を敢行するのでしょうかその4番の佐藤は後方の6番で最後方が7番の岸川哲也です一本棒で34コーナーの中間地点にかかっています4番者の佐藤隆太が上昇していきます前は5番の高い流星で4コーナーから直線残り2周道中半分を通過しました残り 800m です 4番手の佐藤上がったのですが先頭雄雄雄を外したところで結局、元の位置5番の高井がそのまま先行です一方1番の森山は現在4番で引いた4番の佐藤が一気に外を巻き返していきます 5番の高井が先行でしたけども4番車佐藤が抑え込む7番の岸川がマークで4番、7番中部、近畿の2人ですが5番の高井がもうじと踏んでいくその外から一気に1番の森山がスパートしていきます3番車の桑原遼が懸命に追う1番車の森山の後ろちょっと車間がきましたけども3番車。 桑原亮が追っています1番、3番さらには2番車の木村幸喜がその後ろに切り替えている1番、3番、2番で4コーナーから直線先頭1番の森山3番車の桑原外からは2番車が来る木村が外から追い込んでまいりましたが間に合っていたかどうかこのレースも激戦森山の後ろから3番の桑原涼しかしそのとこ外から2番の木村幸喜が一気に強襲してきています リプレイで確認しましまょう3番車の桑原、外から2番車の木村か、どうやら2番の木村光輝、3番車の桑原、1番の森山、どうやら3着のゴール。